職場の中の、まあ、雰囲気も変わってきて、皆さん明るく作業していますし、やはり一番は品質が向上されて安定してきたっていうのが一番です、はい、それをやることによってその作業者一人一人のなんか輪がうまくできてるんですよ。本当にやはり不良が減るっていうのは一番大きかったですね。掃除で不良が減るんかいっていうのは正直あったんですけど、まず無駄がない、無駄な動きをする必要がないっていうところ、あとは常にきれいな状態で工場を使える、働きやすいで安全であるっていう工場になってきてんじゃないかなっていうふうに思ってます。5S は日本の工場で以前から行われている職場改善活動で、整理、整頓、清掃、清潔、しつけという5つの言葉の頭文字を取ったものです。整理とは必要なものと不必要なものを区分し、不必要なものを捨てること。整理を徹底することで工場から不要なものがなくなります。作業場所が広くなり、現場の作業者が動きやすい、働きやすい環境が整ってきます。整頓とは必要な時にすぐ使えるよう正しい置き方やレイアウトを決めること。整頓を徹底することで物を探す無駄がなくなり、必要なものがすぐ取り出せるようになります。それにより作業効率のアップにつながります。清掃とはゴミ、汚れ、異物などをなくし不具合を発見すること。 5S の清掃は単なる掃除ではありません。機械、設備の汚れをきれいにしていく過程で普段は見落としがちな不具合を発見するという重要な目的があります。清潔とは整理、整頓、清掃を繰り返し徹底して衛生面、環境面を含めてきれいに保つこと。整理、整頓、清掃も一時的な活動に終わってしまったのでは意味がありません。きれいな状態を維持、継続して後戻りさせない活動が清潔です。しつけとは決めたことが守れるように習慣づけをすること。自分の設備は自分で守るという意識を持って、職場のルールを全員が自然に守れるようにしていく活動をしつけと言います。 5S はこの5つの活動を繰り返し繰り返し日常業務の中での仕組みとして行っていきます。一度終わったら終わりというものではなく、業務の続く限り継続させていくものです。